トヨタモビリティ、東京株式会社は、東京都港区に本社を置く、トヨタ自動車直営の自動車ディーラーである。一部部門が入居するセンチュリー、ミタビル級社名は、トヨタアドミニスタ東京、トヨタアドミニスタ、トヨタ東京販売ホールディングス。過去には、グループ内では、タット、TSH の略称で表記されていた。社名変更に伴い現在は、TMT あるいは、 TM 東京と略される。トヨタ自動車の例名機、当時の東京市場でのディーラー展開において、日産自動車に有力ディーラーを取られたため、100%子会社でディーラー展開を図ったという歴史的経緯の中、各販売チャンネルの統括会社として設立された。2019年4月、東京リボーン計画による、 販売チャンネル制度の廃止に伴い、のトヨタ自動車直営ディーラー5社が統合し、現在の会社となる。これにより、東京都内のトヨタディーラーは、同社と、トヨタ西東京カローラ、ネッツトヨタタマ、ネッツトヨタ等との4社となる。自動車ホテルの跡地である港区芝浦の、トヨタモビリティ、東京芝浦ビルに本社を構えており、同ビル内には、芝浦店が同居している。また、 東海道本線、東海道新幹線の線路を挟んだ反対側に、センチュリー、三田ビルがあり、法人部門と三田店が同居している。また、同じ敷地内には、トヨタメトロジックビルがあり、レクサスサービスセンター東京、そのビル内には、トヨタモビリティ東京の一部部門と、トヨタ自動車南関東分室がある。かつては、フォルクスワーゲンの販売事業も行っていたが、 2016年12月をもって事業を終了している。近年、全国での販売者主統一や会社合併の増加に伴い、トヨタモビリティと称する野豪が増えつつある。同じ都内に、トヨタモビリティサービス、神奈川県内に、トヨタモビリティ神奈川、富山県内に、トヨタモビリティ富山、愛知県内に、トヨタモビリティ東、名古屋、福岡県内に、 トヨタモビリティサービス福岡全国にトヨタモビリティパーツがそれぞれ存在するがいずれも資本関係はない全国的な合併経営上渡により全国で唯一のトヨタ自動車直営ディーラーとなった一家の事業を展開している自動車販売事業東京都内のトヨタレクサス販売店の多くをカバーしており2021年4月時点の店舗数は 以下の通りとなる。2011年2月には、トヨタ初となる、系列合同ディーラー、T プラザの第1号店を東京都葛飾区にオープンさせている。T プラザは、トヨタモビリティ東京への移行後もそのまま継続されており、店舗名は、旧、ネッツトヨタ東京で名乗っていた、T プラザ金町店となる。店舗名は、原則引き継いでいるが、旧販売店同士で重複する場合は、 元の店舗名に地域名や沿線の通りの名前を付与するなどして対応している。例えば、調布店の場合、4社とも存在していたため店舗名は以下の通りとなった。統合により、店舗が多くなった地域の集約化も行われている。かつては、自社内でも中古車販売事業、カーロッツを展開していたが、現在は撤退し、他のトヨタ販売店と同じ、ユーカーのブランドとなっている。 レクサス事業においては、東京での反則強化のため、東京エリア独自の認定中古車、ルポを設定し、顧客の裾野ののさらなる拡大を図っている。物流事業車両物流会社、トヨタメトロジックを参加にし、新車物流センターとして機能している。トヨタレクサスフォルクスワーゲンの新車点検整備、ディーラーオプションの取り付け、特別仮想、車両保管と、 車両配送などの業務を集約とした事業を行っている。東京の直営店以外にもと民営店やトヨタディーラーが運営していないレクサス販売店の物流事業も受け負っている。情報システム事業情報システム会社トヨテックを参加にし、蒸気販売店の機関業務の支援及び開発、システムコンサルティング、コンピュータシステムの企画、設計、開発、維持、 運用管理などの請負い、ソフトウェア開発事業を行っている。2016年12月をもって事業終了になった。蒸気事業が終了になったことにより、トヨタ自動車100%出資のフォルクスワーゲン販売店は国内から姿を消すことになった。ありがとうございます。